はい、皆さんこんにちは、宮本です。笹田です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日は久しぶりのオセロニアやっていきたいと思います。ありがとうございます。今日は何やるかというと、こちら3月末に行われるカップ戦のデッキを、まあ、今週全然できてなかったんで、オセロニア自体がちょっとここで考えてちょっと前哨戦潜ってみようかなと思います。まあ、まずはカップ戦のカップ戦どんな感じなのか見ていきたいと思います。はい、カップ戦、はい、こちら今回レイリーってやつが手に入るんですね。このレイリーってやつ、まあ罠と罠のカップ戦、50% 以下の時相手の攻撃時に受けた通常ダメージ、特殊ダメージ 100% 相手の出る強い 100% 与えるって相当ですね。で、相手の攻撃記事だからん、別にこいつ攻撃されなくてもんどういうことだろう。多分イベット的な感じかな。で、両方返すだけど HP が 50% 以下の時にしか置けないと、新しいタイプの罠ですよね。で、コンボもライフバー2500ついてて、まあこれ相当強いキャラなんで、まあこいつゲットを目指して今回もやっていきたいと思います。で、コスト、これが大事だね。今回下がってるのが東方院、これ上がっ、あ、下がってるやつですね。マイナス3、東方院マイナス3なんですね。エスコンはで、マイナス2が東方院を通じて A ブラス。じゃ、東方院で戦っていくのかな。東方院って結構強い駒多い気がしたんだけど、どうなんでしょう、わかんない。 B 駒はマイナス1勝、東方院で、術師院はプラ1と、はい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 。で、三国院を持つのはプラ2。おー、どうなんでしょうね。で、今回の特別コスト値みたいな、ワスティモス、ワスティモスって知らないんだけど、最近実装されたやつかもしれない。で、コラボできたシンジ&レイとか第十使徒とかがコスト10と、ああ、じゃあ今回そこら辺が結構多めに見れそうですね。で、織田信長20、延期20、害20。これ延期強くなるんじゃないか。延期すごい入れたいですね、この感じ。で、いつも通り守護者が20で、シーラー、まあここは回復潰しっていう感じか。で、30と。で、フェイヤー40ね。はいはい。オッケーオッケー。じゃあこんな感じのコストになってるので、一旦、デッキ作ってみたいと思います。はい。ってことで今、パパッと作りました。まあ、延期入れたいな。今回延期採用。こいつやっぱり4ターン同じパパッとは強い。ちょっとリーダー忘れてた、紹介。よしの。まあ、これはみんな分かる通りね。初手に出して相手の HP 削ろうという思惑です。で、こちら。正月アズリエル。と、アズリエル。ダブルアズリエルデッキ。まあ、これ単純に、まあ、東方位って言ったらちょっとアズリエルってとこあるんで、個人的にね。アズリエル2枚編成してみました。で、こちら A 回復で、受け持ち、これ最近ですね、バレンタイン受け持ち、こちら回復キャラとしてはね、一枚刺しておくのいいんじゃないかなと思いまして採用しました。で、デバフのアラジン、冒険アラジン、登山アラジン、なんつうんだろう、わかんないけど、とりあえずアラジン、まあ、今回東方院アラジンだからね。はい、ってことで、おきくるみ、こちらも東方院、結構東方院多めで固めてます。こちらもアタッカー、アラジン。アラジン尽くしなんですけどね。で、こちら、祝祐。まあ、こいつも、まあまあ、東方院っつったらっていきますね。で、おきくるみ、こちら2枚返しの方と。で、アラジン。アラジン、おきくるみ、アズリエルデッキっすね、これ、完全に。で、これはフィニッシャー、バイセイ。まあ、こいつは抜けないかなって、コスト下がってなかったし、思います。はい、で、こちら、デバフ、テラーナイト。で、欠かせないルキア。で、今回なんか、本当はベリットとかなんか、月影か入れたかったんですけど、まあコスト下がってるんで、アズリエルちゃん入れました。で、こちら罠の月影と。はい。で、こちらのデッキで、サクッと作ったんで、これ結構、普通に強いんじゃないかなと思うんで、やっていきたいと思います。
はい、ってことで始まりました、手駒強ってことで、高校でまず始めましょう。この手駒来たら多分もう負けないね、この感じ。はい、相手は乱量を使ってるな。まあ、でも乱量トップの混合になるとやっぱりな、 HP これぐらいになるよね。よし、じゃあ初手よしな。まあ順当ですね。これまあ返されなかったらまあ正月アーズを置いて、そう、正月アーズが一応4区だからね、そこだけ、え、X か。あ、なるほど、2枚返ししたいですね、相手。うん、もうなんかやばそうなの持ってそうな気がしてきたと思います。まあ、ここは2枚返しされないようにちょっと立ち回っていきます。はい、こんな感じで。なるほどね、 X でもこの X な、ルキアで X してくれたならそこまで怖くはなそうだな。はい、ということで、テラーナイト来ましたと。テラーナイトか。まあ、ズリエル、置きますか。うん、アズリエル、まあ、ここでアズリエルか。いいか。6ダメージは大事。もう結構相手の HP 決められてるんで。コンボは活かせないけど。さあ、これでテラーナイトのコンボも来るかな。来てくれたらラッキーなんですけど、どうでしょうか。何が来る、謎だな、相手も、ね、まあ相手も試してるんだろうけど。ああ、なるほどね、大概まで持ってたんだ。危なかった危なかった、あいつに合わせられてたら。こいつクリスマスアーティストに合わせられた、結構危なかったけど、まあなんとか。はい、じゃあアズリエルいきますか。これダブルア、ダブルアズリエルはこれもう暴力だからな、完全に。デルキアを持ってる人でバフもあるし、まあこれはもらったでしょう。勝ち申した、これ勝ち申した、完全に引きがさすがに強かったな俺の。ダブルアズを受ければね、もう勝利の方程式だから、まあ、これだけ普通に強いよ。あ、ルールーでお茶を濁してきたね、お茶濁してきたよ。終わりかな。あ、さすがに取り切れないか。これ満身かもしれないです。満身だけど、まあ2枚返し照らないと。あれが 1.6 回。お、ドルマーですか。さすがに持っていけないでしょ。はい、と、これで勝ち確ですね。毒も入りますし、あ、これは普通にちょっと強すぎるな。はい、よいしょー。はい、大戦ありがとうございました。ということだ。はい、ということで第2戦、ちょっとまだ1戦じゃねえ、わからないんで、僕もいつもデッキ作りの時はなんかこうやっていろいろ試しながらやってるんですが、さあ、まずは今回戦を取れたのでいきます。さあ、アズリエル来てほしいですね。相手の HP 低いですね。同じ吉野トップだが、ってことはマガ多めなのかなとか感じがする。さあ、吉野と。これからラストじゃないかな、今のところ。お、ひらめきたな。アラチンはちょっと2枚返しの動作を見たいと思います。月影配置と。さあ、何が来る、どういうデッキなのかな、マジで想像つかんな。東方院を見ましょう。多分アズリエルは入ってんだよ、そんな気がする。今回、ああ、来た来た、もう予想通り、予想通りすぎる。アズは戦いからうまいね、これ。こっちもアズ引きたいが、お、延期か、延期か、まあ、延期ちょっと後々置いていきましょう。後々抜かれると延期うざすぎてやばいですから。もう延期やられたらもう、もういつもなえるもん。延期マジ強すぎこいつ、まあ、さすが30コスのキャラって感じだね。これもう延期、相手が延期出してこなきゃ勝てると思う。それか正月はず向こうも入れてたらちょっとだるいですけど、 X 打ち来るかな、 X 打ち来たらちょっと考えなきゃな。にしても延期強いから、ああ、それはこれも勝ちなんじゃないかな。
これも8じゃない？これなんか必勝の打ち方あるよね。毒で削られる可能性あるか。削られる可能性あるのちょっとやめとこう。一応あず下に置いてその後うまく打ち回してくったら打ち止めになる、と思うんですけど、まあ、ちょっと今回やめました。 HP ちょっと少なくなってるんで。さあ延期を置かれたら相手どうする。これ延期を置かれたら絶望だと思うんだよな。めっちゃ考えてる。いやこの延期強すぎでしょ。罠か何かな、あれ何かな。まあ、回収してもいいな。多分延期で削れないと思うからね。ああなるほど、全然いいですね。さあ7171延期のシールド貼ってるし、いやさすがに削られないんでしょ。さあで次俺アラジンの待機してるんで、さあ相手はどうする。ハウス特に罠も置かれるずっと。さあじゃあこれ3枚返しいきますか。5000もだいぶきついってことだ。貫通がない限り無理だと思う。相手は勝てないと。1すごくない。1残し俺初めて見たんだけど、マジか。相手もびっくりだろこれ。1ってこれはバイセ来るかな。バイセ来ても耐えるけどね。いやでも毒あんのか。大丈夫。あ、さすがに。はい。じゃあ最後、アズで決めさせていただきますか。ああ、そっちのアズも来た。おお、やっぱ強いんじゃないか、このデッキ。S1 枚引ければって感じですかね。はい、ということで、次は。竜相手でございます。竜か、竜のとりあえずどうしようかな。竜何入ってんだろうな。竜今回組めるのかな。トンボヨンが一応組めるか。まあ、X だよね。はい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 。軽く頭を使いましょうか。普通じゃないけど、まあまずエリエの毒で。いや今回も引き強いな。逆になんか引き弱いあれみたいな立ち回りをちょっと強すぎて、ちょっといやこのデッキ普通に強すぎるからちょっと考えたいね。あもうマジ強い、マジでこのデッキマジ強い。みんなこれ使った方がいいよ。これ天気とか超うざすぎるでしょ、関係。で、俺ルキア持ってるからね。でも、ルキア、バイスで多分勝ちだから。バイスは、まだ、OK。あ、そうだね。ああ、打線もない。これ一発食らっとくか。やっとしてないな。これで、ね、5層って削って。あ、もういいね。余裕っすね。このデッキ完璧すぎるかもしれない。あ、満たされるか。ああ、かゆいかゆい。かゆいっすね。いや、このデッキさすがに強すぎる。ちょっとバイスで終わりだ。いいかしら。ちょっとこのデッキ。はい、勝ちでございます。はい、ってことでちょっと参戦やってきたんですが、多分みんなこのデッキ使うんじゃないかなってちょっと個人的に思った。うん、だから個人的にはこのデッキに勝ちたいわ
これ多分みんなこんなようなデッキになると思うから、やっぱ俺はあえてこれでいくわ今回。暗黒で、この今回この大獣使徒が高層銃ってことでちょっと暗黒使えるんじゃないかなってことで、これちょっと試してちょっと前哨戦回していきたいと思います。はい、ってことで、じゃあ暗黒で続いては試し、おお、こうこうと。で、相手がアズマリアトップなんですね。よろしくお願いします。アズマリアトップ、まあ、まあですね、まあ、で今回暗黒デッキ意外と組んでみたら結構組みやすかったんで、いいんじゃないですか。さあ呪われるのは OKOKOK、 こいつ呪われるの、相変わらず呪われるのはいい。さあどうしていこうかな。貫通は取っておきたいんだよな。X 打ちたい気持ちもあるが、ここは X 行きましょう。いやーねー、タプ戦ってやっぱり HP 低い相手も多いんですよね。うん、これも2万1000だもんね。さあ罠来たよ。さあ罠来た。メイレン強っ。きチェンメイ呪われていくってことで、今回は行くぜ。まずはこいつも貫通、面白くレジした。いや強いね、2300回復してから。いやこれ引き強すぎる、さすがに俺。これカップ戦本番でやってくれ。いやこれもうシェンメイ呪われてるんで多分勝ち方っすね。いやこれがまああるわけ。あ、うまい、テラーナイトだ。一旦濁してきたね、テラーナイトで。で今回はい、動画してもらうのリンドも入れております。このリンドもね、まあ、ひたすら強いんじゃないかなってことで、ってことでリンドがこう、まあ、リンドじゃなくて今メイルでもよかったんですけど、一旦これリンドね。さあ4枚返しの動線あるけどね、やってみろよ。絶対削れないと思う相手これでも。絶対削れない、1万8000でしょ、絶対削れない。アズリエリ、はい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 、おや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 、ってことで、シェンメイいきます。さあ、このシェンメイ、はい、頑張りやし、ズドンと、あー、強すぎるいやー、いいな、大戦ありがとうございます。あー、打てなかった。はい、ということで、暗黒で第2戦目、まあ、さっきちょっと上振れしすぎた。まあ、さすがに強かったけどね。まあ、まあ相手にはね、結構暗黒刺さるんじゃないかと思ってね。今回やっぱありだな、暗黒は多分。まあ、この一戦を見て決めよう。相手は、メビストですね。まあ、竜輪を置いていきたいですね。竜輪を置いて。よし。さあ、次竜輪置くぞ。何来るかなぁ。さっきみたいに俺が使ってた吉野トップか、このメフィストトップは全然ありえるね。相手も結構今回ガチっぽい。26,906 あるから、バリバリに積んでる。いや、強いよそれ。さあ、これ、行きましょう。ハピア。んで、シェンメンを引いていく。シェンメン呪われると、これは激の圧。まあ、これで毒もカットできる風鈴は強いんじゃないか、今回のカップ戦。今のところ結構つかみはいい感じな気がしてるが、俺は。次 X 行こうかな。シェンメイが呪われて強いね。さあ、アマテラス。防御系置かれなかったのがでかい。できれば貫通引いておきたいが、多分これじわじわやっても勝てるんだよな、この感じでいくと。おっ。この下行ってますね。呪われた。カンフーアイドル呪われて。でもこれ X 置いてもこっちの方が威力出るね、多分 1.6。 うん、こっちでいいな。さあ X 行きましょう。シェンメイが呪われているのでちょっと強気にいきます。これで相手がルキアとかなんか、あとはカットする系来てしまったらちょっと面倒なんで、一旦濁しすか。メイレンとか来てくれたらね、問題ないんだけど。さあルキア、まあ、ルキア出てもここは問題ないですね。こいつが出るんで、ホーランが出てくれるんで、おー、いい。貫通引けたまでだ。
5曲っけ。さあここはこういきましょう。スキアを返していく感じで、これは捕食で回復。 OK、 いいんじゃない。さあ相手はこれどう来るかな。アマテラスを生かしてくるか。まあ生かしてきそうだね。そうアマテラス今返しちゃうと結構盤面的に3枚返しのライン作られたりして面倒なんで、今ルキアの方行ったんですけど、どうだろう。お、カド取ってきたね。こいつ特殊カツリですね。前回のカプセルです。そっか、こいつはコストモノから入れるべきだったな。じゃあいきましょう。クライシェンメイボス、これは激焦りでしょう。さあ相手 HP 残り7890。さあ2枚返しあるが、さすがに置いてこないと思うな。コンボライン2つあるんで確実に次俺がコンボ決められるんで、で貫通もあるから罠にも対処 OK と。さあどうする相手、どうするどうする。あ濁してきた、濁してきた。あ俺濁したところで、おいいね。濁したところで、さあここは捕食で一旦逃げる。さあ6331相手削り切れるかな。3枚でしょ、ラインができているから大きく来ると思うけど、もうルキアも出してるしね。相手削るし、耐久する手段、ああまだあった、蹴らないとか言ってんのか。いやー効いてるね。お、リンド来た。せっかくだしリンド使っていったわ。リンドの捕食を使っていきたいと思います。全てを出し切る。さあこの捕食の連チャンがね強いね。いや強い、リンド強いなマジで。さあ8960、これさすがに削れないと思うな。2枚返しアマテラスがあるが、これ決められる次でも俺フィニッシュかな。おお、延期入ってたね。やっぱりやっぱ延期強いんだよな。定評ある、延期は。ということで対戦ありがとうございましたですね。これどこまでやるのかな。 1.7 割こいつの方が、あ、そっか、もう出せないよこいつは。枚数制限的にこの戦いなんて出せないんだ。さあということで貫通させてフィニッシュと。いや全然強いな。はい、ということで今回2種類のデッキ作ってったんですが、まずこっちね、ヨシノトップのまあオーソドックスな、中盤序盤削りからの延期で守りながらとか、アズで一気にダメージ与えていくとかで、ライフバーストで攻めるといった、なんかまあよく見るデッキ。まあこれも普通に強かったっすよね。で、これはよく見そう。多分、おそらくカプセンでこれよく来るだろうなって思います。あと対戦相手の方にもいたんですけど、正月じゃない、メフィスト、夏メフィスト使った、あの毒の削りのやつ。あれとかが多分厄介になってくるから、まあそれに対抗してね、今回、ちょっと、暗黒竜。やっぱ間が多いってことで刺さってくるんじゃないかなと思って、今回俺は、この多分暗黒竜で回ろうかななんて思います。まあ多分カプセル始まってから多分調整は入ると思うんですが、まあとりあえず初日はこんな感じでデッキで自分は行こうと思うので、ぜひぜひ皆さんカプセル周回する方は参考にしてみてください。ということで本日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。